はい、えー、こんにちは。っか塾のコボです。今日はですね、ちょっと数字を捉えていっていただきたいかなと思うんですよ。ご覧になってわかると思いますけども、私が住んでいる広島県では、感染者の合計って書いてますよね。5009ってあります。ね。5009が多いと見るか少ないと見るかなんですけども、その横です。回復者数って見てください。いかがですかねほとんど回復してませんかこれ。 5009名の方が感染して4800飛んで9名の方が回復しています。まあということは190人の方がまだ回復していないということなんですよね。で、お亡くなりになった方、これもやっぱり悲しいことです。99名の方お亡くなりになっているという現実はあります。これをどう捉えるかなんですよ。経済活動を止めて、こちらにカウントされてないような死者を増やして、そちらの方に目を閉ざしてですね、 この死者数99人を重く見るのかこれはそれぞれの判断があると思いますんで私からあえて言いませんでは下の数字見てください感染者の合計数日本では42万7千人いらっしゃるんですね今まで、うん、でどんなに多いのかと思ったら回復してる人はどうですか40.2万人40万2千人ですよね要するにほとんどの人回復してるんですよ 上の広島県の比率と大体同じですよね2万5000人の方がまだ回復されていないんですがその中で7595人の方がお亡くなりになりましたちなみに日本国内では1日に3800人ぐらいの方がいろんな理由でお亡くなりになってます要するに2日分ってことですよねこの1年で2日分の死者が起きているこれを多いと見るか少ないと見るかです 皮肉なことに、今回の新型コロナウイルス騒動によって、お亡くなりになっている方の陰で、この、まあ、ロックダウンとも言えるような、移動、そして接触自粛の中でですね、感染症対策もかなりね、念入りにやってます、皆さん。その中で、お亡くなりにならなかった数。あれ本来だったら、毎年このぐらいの平均値で亡くなっていたよね、っていう風な、死因っていうのが、消えていってる部分もあるんですよ。 そうすると皮肉なことに死者数ってのは例年よりも減っているという見方もあるんですよね。で悲しいのが直接の新型コロナウイルスではなくってその煽りを受けて例えば経済的な不安とか孤独っていうものに関して直接コロナの死因ではないのに何らかの理由で間接的にお亡くなりにならなければならなかった方特に若い小中高生に多いみたいなんですけどもそういった方にどうもね うん目が向いてないんじゃないかなと思うんですよ。日々、マスメディアでは、本日の感染者数っていうのを出しますけども、何人回復してるのか、感染した人がその後どうなってるのかってことは、いまいち報じられてない,ないんじゃないかなと思います。まあ、ここにはね、何らかの意図を感じざるを得ないんですけども、まあ、それは今回は置いとくとしてですね、この数字を見てどう捉えるかってことを、いま一度私たちは冷静に見なければならないんじゃないかなと思います。 1> 1年間を振り返ってみてみですね本当に私たちの行動は正しかったんだろうか何かをしなければならなかったんじゃないだろうか逆にですねこれをしてはならなかったんじゃないだろうかさまざまなことがあります1年前の今頃といえばマスクががなないと言って大騒ぎししたよような気がしますよねで3月には7億枚のマスクの供給が可能になりますとかね阿部のマスクとか言いましたけども もう歴史のお笑い草ですよアベノマスク。なんだそりゃみたいなね。まああの頃はもうそれぐらい取り乱していたのかもしれませんけども今はどうですかね。何をするべきなのか何をしてはならないのかそこそこ私たち国民でも分かってきたんじゃないですかね。でもなぜかね政府はちんぷんかんぷんな方向に向かっていると私は思うんですよ。皆さんはどういうふうにお感じでしょうか